とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、このアカウント、パワー1から251を目指してる方ですね。これで、タワーをちょっと一回行ってみようと思います。どれぐらいのパワーが出るんだろうね。ちなみに今、平均161です。まあ、160台が出てくるのかな？で、難易度はアポカリプスだから、まあ、全く同じタワーだと思います。行ってみまーす。多分、出てくる敵とかも、全く一緒でしょ？ああ、あ、難易度もこれ一緒だわな。うん、251の時行っても、160台で行っても、タワーの難しさはこれ変わりませんね。難易度一緒だ。問題は、どれくらいのパワーの装備が出てくるのか。うん。これで251とか出てきたら笑うけどね。いや、それはさすがにない。うん。コメントでも、どうやったら263が出るんですかっていうコメントがあったんで、多分自分の平均パワープラス10ぐらいのやつが出るんじゃないのかな。ボス来ました。どうだろうね。どれぐらいのパワーが出るんだろう。ちょっと楽しみだな。これ200とか出たらほんと笑うけどね。まあまあサクッと倒しちゃいましょう。もう今回はね、もう本当に周回のしやすいタワーですね。本当今回はラッキー。 OK、 よっしゃ、うまくいった。ゴリさん出てくる前に倒した。どんくらいが出てくる。いや、いいやつ出て。パワーいいから。174。あ、じゃあ自分の平均のプラス10ぐらいのやつが出るんだね。あ、なるほど。いや、でもかなりお得じゃない？めちゃめちゃお得じゃん。え、どれ使おう。あー、そうね、釣り竿でね、行こうと思うんで、踊り子かな。重力ついてるし、下はクリティカルがあるでしょ。うん、いいんじゃないかな。星よるは輝きがついてるしね。これでしょう。うん、ちょっとこれをメインウェポンとして使っていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、パワー161の状態でタワーに行くとどれぐらいの武器が出るのか、試してみました。プラス10ぐらいのやつが出るみたいです。なので、あ、やっぱり251かに平均値を上げとかないと、263は出ないっていうことね。はい、まあこういうことでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。